皆さんこんにちはそれでは2019年ここが出たマンション管理士、えー、本試験解答速報の規約適正化法を担当いたしますレックス専任講舎の太田ですよろしくお願いいたしますはい、まずはマンション管理士法試験、えー、皆さんお疲れ様でしたまあ今年度、えー、マンション管理士の受験をされてきた方 自分の実力をま十分発揮まできたという方もいらっしゃるでしょうしまそうでなかったという方もいらっしゃるかもしれませんがま試験はこの時点でもう終了していますのでまあとは結果を待っていただくしかないですねま一番気になるところはまどのぐらいの合格点だったんだろうかというところだと思いますまああくまでもこれは個人的な意見となりますけどもま昨年の問題よりはだいぶ あのひねりをしている問題、まあるようなな問題が多く出てきたんじゃないかなと思います、まあはっきり言って昨年とか、まあ、その前の年の問題とかは、まあ、いわゆるあの条文規定そのままを聞いていたりとか、まあ、あるいは、えー、規定そのものを聞いてたりとかして、まあ、正直言って、まあ、問題解こうとしてもあまり面白みがないような問題でしたね。 まあもちろん面白い問題がいい,あのい,いとか、まあ、悪いとかっていうのはここでは議論しませんが、まあ、ただ受験する側としては年に1回、えー、実力を試すという意味で皆さんしっかりと準備されてきてるわけですから、まあ、あまりにもこうあっけないような問題だと、えー、拍子抜けしてしてままうこともありますよねただ今年に関しては、えー、そういう部分が、まあ、かなりなくなってるんじゃないかなと個人的には思っています。まあ必要はえー、従って 昨年よりはまあ個人的には合格点がやや下がってくるんじゃないかと思っております。まあもちろんあの今現在で皆さんのまあ受験のデータとかがあるわけではないです。まああくまでも個人的な感想という意味で紹介しています。はい。えー、それではですね。まずあの全体的なことは今ご紹介した通りなんですが、まあ具体的に。 標準管理規約や適正化法の内容として、まあどうであったのかというものを見ていきます。まあもちろんあのこの時点での紹介ですから、えー、と回答まあ解説の根拠などは今後変更されることがある点はご了解をお願いいたします。はい、ではまず最初にまあ標準管理規約からまあ見ていくと、まあ問題としては十二。 あ、失礼いたしました。問題としては？えっ、ー、と25番目ですね。25番目から標準管理規約に関する問題が続いてきます。で、まあ、これまでの標準管理規約の問題っていうのはまあ、先ほども言った通り、もう標準管理規約の条文そのものを通ってきているとまあ、少し、えー、難しい問題というのは、えー、コメントなどの細かい部分を聞いてきているという問題ですね。ただ、もう本当に。 えー、条文をそのまんま、えー、規定として聞いてきているだけですから、まあ、正直言ってあまり、まあ、ひねりはない、えー、簡単に言ってしまうと、まあ、知ってれば正解できるし、まあ、知らなければ正解できない、まあ、そういうものが非常に多かったように思っておりますでも今年の問題に関しては、まあ、もちろんそういうものもありますけども、えー、考えてきてるんじゃないかなっていう問題もあったりとかします、まあ、例えばあの問いの25番目ですね えー、この25番目はいわゆる専有部分の修繕等で、まあ、これまでも試験に問われたことがあります、まあ、内容としては特に難しくはないんですけどもやはりあの細かいいわゆる、えー、コメントの部分などが分かってないと正解がしにくかったと思います、まあ、当然マンション外人の試験ですから、まあ、コメントなどもしっかりと、まあ、皆さん学習されてきてるはずだと思うので、まあ、25番目などは えー、若干細かいところも聞いてはい,いるんですけども、まあ正解だけ出せと言うんだったら、まあ十分正解を出すことができるものと思います。はい、えー、それからあとは二十五番目です。二、え、十、ーえー、失礼いたしました。二十六番目ですね。で、これもえっ、ー、とまあ少し細かいといえば細かいんですが、まあこれまでとは違って、まあ少しひねりを え聞かせてきてきる問題ですね、まあ、問題文も、えー、標準管理規約の定めと同一であるという高マンションの管理組合で、まあ、計画修繕工事で給水管の更新工事を行うなんていうふうに書いてあって、まあ、比較的こう事例的な問題になってるんですよね。ですから条文だけを聞いてきてるわけじゃなくて、まあ、事例に沿った形で条文内容を聞いてきてるという点で、まあ、工夫されてるんじゃないかなと思います。 ただまあ26番目もまあ一見するとやや難解そうには見えるんですけどもまあこれも標準管理規約でこれまで何度か聞かれているまあいわゆる、専用部分のえいわゆる配管の清掃とかあるいは給水管の取り替えに関する費用ですねこれに関係することがまあこれまで聞かれたことになります。 まそれが分かっていればまあ、答えを出すことは難しくないんじゃないかなと思いますまあ、26番目に関しては現時点ではま2番目が正解ではないかということをお伝えしておきますはい、そしてあとは27番目ですねこれも問題ちょっと前提見ていただくと1棟300個の住宅のみで構成されているマンションの管理組合で 理事の定数が25名である理事会の効率的な運営のあり方ということで聞かれてるわけですね。でしかも理事会の中に部会を設置する。あの標準管理規約のコメントではそのことが規定されてるんですがさすがに正直言ってここまで、えー、としっかりとあの学習を進めてるって方は、まあ、実は少なかったんじゃないかなというふうに思っております。でこの 部会ってやつはどういうものなのかっていうことを、まあ、この問題で初めて見たっていう方もいらっしゃると思うんですね。でそもそも正解となっているのは3番目と考えてるんですけどもこの部会というのは理事会決議に変えるることがでできるのかっていう問題ですよねそもそも標準管理規約の中で決議していくっていうところは総会理事会ということになりますから。 ま、それ以外のところでまあ、何かそれに代わって決議していくっていう。まあ機関、期間組織っていうのは存在してないわけですね。ということからえー、3番目のところはそこに気がつけばちょっとおかしいんじゃないかという風うに考えることができます。ただ、そこまで至ってないと、もしかしたら意外に正解を探すのが難しかったかもしれません。まあ、問題を作った人がどういう意図で出してるか分かりませんが。 まあ、そういう視点をしっかりと持ててるかどうかっていうのを本当は問いたかったんじゃないかなという風に思います。まあ、それに気が付けばすぐに答えで出てきますし。しまあ、気が付かないともう答えは見つかりにくい問題だったと思います。それか、あと28番目ですね。また、これもあの事例的な問題になっててまあ、前提問題を見ますと。と役員の資格について、規約により区分所有者であることを要件とする。管理組合において理事の1名が。 2年間の任期の途中で住宅を売却し外部に転出した、まあ、このようにしてはまた事例的なな問題なんですねでこの中でまあポイントになるのはこれ住宅を売却してるっていうことですから、まあ、いわゆる区分所有者でなくなっている組合員でなくなってるっていうところが一つのポイントになるわけですね。でそこに視点を、まあ、あの見つけてもらえれば 答えは比較的出せるんんじゃないかと思うんですがただやっぱり問題としてもかなりひねってて、まあ、例えば1番目のこの仮理事長を選任する、まあ、そう言われればそうかななんていうふうに思ってしまったりとかですね、まあ、あとは3番目のところですね、まあ、補欠として就任して時点から2年間となる、まあ、これもえと標準管理規約上では補欠の役員として就任した人は前任者の残存期間になるわけですね。 残りの期間だからそういうところもしっかりと分かってないと、まあ、意外に迷っってしまったという問題です、えー、その点からすると、まあ、単に条文聞いてるだけじゃなくてこのように事例的な問題にしてるっていうところが、まあ、今年の特徴の一つだったと言えると思うんですね。であとは29番目、えー、これもまあ現時点では2番目ではないかと思ってるんですけども。 まあいわゆる標準管理契約上では総会で決めることができるものっていうのは総会の招集通知に記載しているものなんですよね。でこれ以外は決議することができない。それが分かっていないと答えがまた見つけにくいということです。でまあなんでしょうね。あのその点では二十九番目もまあどちらかというとちょっと事例っぽい問題になっているわけです。 えー、そしてあとは、えー、30番目ですこれはまあ組み合わせの問題ですが、まあ、こちらはどちらかというとまあ、しっかりと条文が分かっているか覚えられているかということですただここも、えー、漢字に関する問題がまあ主催されていたりとかするんですがちょっとこれまであまり聞かれてこなかったようなものも出てます、えー、例えば絵のところこの民泊事業なんていうのが出てきてるとか 書いてあるんですけどもまあ、民泊事業に関して何か細かいことを聞いてるわけではないんです。まあ、幹事のまあ役割とか権限について聞いてるんですが、ここをしっかりと分かってないと、意外に正解が見つけにくかったという問題かもしれませんね。はいえー、そして、あとはえー、31番目。これも問題だけ見ると、標準管理契約と個人情報保護法の組み合わせなんですね。で。 えっと、一見個人情報保護法かと思えると、標準管理規約に関する問題だったりとか。標準管理規約だけで聞いてるのかなと思うと、まあ、そうでもなかったりします。で、正直言って、あの、一二三四あるんですが、まあ、一つ一つ。どうなのかなっていうこと、丸場つけられた方は、そうそういらっしゃらなかったんだと思うんですね。ただ、あの、正解としてるのは、今四番目と考えているんですが。まあ、いわゆる、えっと、利害関係人として。 えその組合名簿の閲覧請求できる人っていうのはどういう人なのかっていうことですねこの利害関係人が誰かっていうことがまあ分かってるかどうか、まあ、これもえこれまでの試験のまあテーマにまあなったといえばなってるのでそこが分かってればできるんですがそこがあやふやだとこれもまたえ他の123がちょっと難解なので難しかったかもしれませんね。 はい、そしまあ近年団地型の標準管理規約はたびたび聞かれていますから、まあ、今年度主催されても特に驚きはないんですけども内容としては比較的基本的な問題です。まあ、いわゆるあの総会で決議するのか団地総会で決議するのか党総会で決議するのかもう基本団地総会で決議するんですが党総会で,、えー、でしか決議できないものってありましたよね。 でそれが分かっていれば答えを出せるんですが、そこまで学習が進んでいなかったりとかすると、ちょっと答えを出せなかったんじゃないかと思います。まあ、そういう意味では、まあ、これまで通りあのまあ、条文規定をしっかりと覚えてるのかという問題もあるし、あるいは今言ったようにまあ事例的な問題を絡めて聞かれてくる問題もあるので、まあ、これまでよりもまあ、個人的には。 えと事例的な問題も含めてまあ工夫されてきてるんじゃないかな、えー、ないかなというふうに思ってます。はい、そしてあとは適正化法ですね。えー、適正化法は四十六番目から始まるんですが、えー、っと何でしょうちょっと細かいところも聞かれたりとかあと個数当ての問題として五問中にもあるのでまあ当然他の分野よりも 個数の割合が多いわけですねで46番目の適正化指針適正化指針はこれまでも主催されてるんですが、まあ、ちょっと正確な知識だとかがないと迷ってしまう問題だったかもしれません。で47番目は逆にこれはもう個人的にはあっけなく正解が出せるんじゃないかなと思います。2番目のところででいわゆる同一条件で 管理委託契約これ更新するとでその場合に、えー、説明会というのは開きませんよね同一条件での管理、まあ、委託または受託契約の更新というのは、えー、これ説明会いらないので、まあ、その点でもう2番目は誤りとと確認できるものと思ってますそれから48番目またあの適正化推進センターの業務だとかあとはマンション管理業者の団体の業務など まあこれもこれまで聞かれてきています。ただえー、っとまあ聞かれたり聞かれてなかったりとかしてるので、まあもしかしたら人によってここまで学習を進めてないという方もいらっしゃったかもしれません。そうだとするとちょっと正解をするのは逆に難しかったかもしれませんよね。そしてまた四十九番目、これもまた個数当て問題ですし、まあ正確なあの記憶がないと。 ちょっとこれも正解しにくかったという問題だと思ってます。そしてあと、えー、50番目ですね。でこれもまあ基本的な知識があればしっかりと正解を出すことができるんですが、まあ適正化法のまあいわゆる受験をしなきゃいけない五問免除のまあ特例がない方に関して、えー、今年はまあ優しい問題と難しい問題が混在していると思います。 まあ全体的には問題としては難しくないように思えるんですが、まあ先ほど言った通り個数当てなども入ってますから、えー、そんなに高得点を目指すというのは逆に難しかったかもしれませんね。はい、まあ以上ご紹介してきました。えー、今年度は昨年よりもまあ問題として事例的な問題などが含まれてます。えー、ですから、まあだいぶ工夫はされてきてるんじゃないかなと思います。 またこれまでと同様に、まあ、設備系はやっぱり例年のように、まあ、優しい問題だったり難しい問題だったり希望な問題だったりが混在しているのでここで、まあ、あの得点を伸ばすというのは難しかったんだろうと思います。えー、ですので、まあ、全体としては昨年よりは、えー、やや難易度が高くなったというふうに思っております。えー、まあどのぐらい ま合格ラインになるのかっていうのはここでは分かりませんが、ま個人的な印象としてはまえ、昨年よりは難解になったんじゃないかなと。やや難解になったんじゃないかなという印象を持っております。はいま、今年の試験は終わりました。ただま合格発表までえっとま皆さんはえっと結果分かりませんが、まもう一度本試験をま見ていただきまして、まご自身で復習っていう必要はありませんけども。 あのもう一回確認していただくとまあいいんじゃないかなというふうに思いますはい、えー、それでは2019年ここが出たマンション管理士、えー、本試験回答速報の客的成果法これで終了いたしますお疲れ様でした